すする TV ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、山形県のラストはやはりこちらです。ドン。東北自動車道三瀬インターチェンジから車で15分くらいのところにあります旅館コンピラ荘中華そば処さんにお邪魔してます。ラーメンフリークの間では超有名なお店で、なんと10月から5月末までしかやってないという幻のお店ですね。旅館の大広間ですすれる山形屈指の有名店ということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、コンピラ荘さん、旅館の大広間に席を設けてラーメンを提供しており、まずは番号札を取って待ち、呼ばれたら席へ移動するシステムです。というわけで今回注文したのは中華そばこってりと半熟味玉。海の見える最高のロケーションを楽しみながら待ってるだー。こちらがコンピラ荘さんの中華そばこってり半熟味玉トッピングです。オーラをビシビシ感じる堂々とした風格漂うビジュアル、風景ごと味わっちゃうぞってことでいただきます。さあ、まずはスープを一口。のほほー。動物系と魚介系が合わさったスープで厚みのあるうまさ。こってりなので少し油が多めに入っていますが、嫌なしつこさもなく無人発電所で佇むような荘厳さがあります。では続いて、並でも 220g もあるという嬉しい多さの麺をリフトしてすする。パソーン。コシがとにかくちょうどいいグミとした食感がたまらない麺。まさにエアロブラストといった自家製ピロピロ太麺は、麺食ってる感が存分に味わえる美味しさで、 220g でも足りないんじゃないかってくらい序盤からガンガンすすっちゃいます。さあ、少しほぐれてしまったチャーシューも絡めつつ、まだまだ麺を楽しんだらそろそろチャーシュー本体にも手を出していきましょう。箸で持つのもやっとなトロトロ加減で油の甘みもバチグー。これを持って鈴の塔最上階に行くといいことがあるかもしれません。てな感じで磯の香りとオーシャンビューを麺に絡め、まだまだ厚みのあるスープを堪能して、展示の指示に従ってお触れの席室でいろいろやってんだ。ラストに半熟味玉とスープを合わせてくらって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。さすが伝説級といった全てがハイクオリティな一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、コンピラ荘さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。中華そばの味もさることながら、やっぱり一番感動したのはあの圧倒的なロケーションですよね。旅館の大広間で海を見ながらラーメンを食べるっていうのはもう他のお店ではおそらくできないことなので、食べててやっぱり記憶に残る素晴らしいお店だと思いました。肝心のラーメンの方もしっかりと美味しくて、山形ですすったラーメンたちの集大成のような、締めのような感じで、鳥にコンピラ荘を持ってきてよかったなと思いましたね。ラーメンを食べに行ったんですけど、もうそれ以上にすごいいい経験になったなと思いましたね。なんか自分の人生経験にもなったような気がして、またぜひ行きたいお店ですね。ごちそうさまでした。それでは、するの公式キャッシュフレーズ、コンピラ荘さん。そして、コンピラエアー、伝説。やべえな、マジで。これ